そこでね、ちょっとセレッソの出足が、まあ、鈍くなりつつあったのかなと。新潟はセレッソのラインの間間でボールを受けることを意識してボールを受けていて、セレッソ側からすると誰が誰にプレッシャーをね、かけに行ったらいいのかというところで、こう徐々にね、迷いが生じていったんじゃないのかなと感じました。まあ、それを新潟の伊藤選手が、まあ、自ら考えて、まあ、作り出していたんじゃないのかなと神田は見ていて思いました。でセレッソの2トップが前から来たら島田選手がセンターバックの位置まで落ちて3バックになったりしていて、セレッソの出方を見ながらやり方、ポゼッション、ボールの運び方を変えていたのかなと、思いました。